こんにちは。ニュースのお時間です。国土交通省は、各都市に公共交通機関の整備を推進しています。公共交通機関を整備している都市と公共交通機関が少ない都市では、都市の交通事情に差ができているということが、交通量調査員により判明しました。国土交通省が公共交通機関の整備を推進する中、グレードラシティはこの動きに積極的に行動し、バスや地下鉄の整備を進めている、とのことです。また、グレードラシティは人気が急上昇しており、高速道路のグレードラシティ出口では24時間渋滞が続いている、とのことです。この後は大老州とグレードラシティ、です。あ、これ続編あるのね。うぷ主、すごかっただろう。あの年は、あまりの大きさにまだ引いてるの。クエドラシティはまだまだ田舎だからな。クエドラシティはまだまだ田舎だからな。都市自体の経済力、収入力も圧倒的さ。都市自体の経済力、収入力も圧倒的さ。二人とも、ディスらないでよ。しかも、ゴミ問題をブルドーザーで処理したのを叱責されたよな。死人思いのあの宗教だからね。二度目は解雇となりますよ。クエドラ市長って、釘刺されたわね。そうだね。渡されたあの都市の新資料情報によれば、新規住宅地開発、オフィス区域の増益、新交通機関の設置、などなど、やり手の宗教さんだな。経済力が違うし。まあ、それは仕方がないが。どんどん人口差も広がる。八方塞がりね。それに、クエドラ市の若者は、ネット上であの都市のことを知って引っ越す人もいるわね。カムバックミー。今回は、クエドラシティが勝ってるのは、静けさ、くらいか。まあ、あの都市からも少なからず引っ越してくる人もいるがな。大都市の喧騒に嫌気が出た人だね。まあ、結果的に対応したから良いんじゃない？でまあ、需要がどれも大体中くらいに上がってるわね。おい、見逃さなかったぜ。さっきぶっ壊したろ。え、いや。いや。って何よ。まったく、見たことないわ。求人求めてる企業強制的にぶっ壊す市長。いやいや、壊してない壊してない。操作ミスだって。あんな的確な操作ミスがあるか？ちなみにだけど、オープン主、無計画に開発したら、渋滞とか起きるからね。さて、私たちは街に出るから。うん、じゃねえ。こんにちは、市長のクエストドラゴンです。今度は遺体の搬送待ちが目立ってきたわね。霊夢よ。火葬場の設置はまだまだ先だな。マリサだぜ。はい、というわけで今回は PS4 シティーズ、スカイラインズ第29回ですね。やっていきましょうか。サウス、ストリートだっけ？中枢ストリートみたいにあまり多く呼ばないから名前忘れたけど。都市に入る高速道路のインターチェンジの渋滞、なんとかした方がいいと思うんだけど。ラウンドアバウトとかつけたんだけどね。あれはまた後でなんとかする必要がありそうですね。とりあえずまず最初は地下鉄の路線なんですけど、ちょっと気に食わないので修正します。また地下鉄引き直すのか？費用がすごいのわかってるだろ。視聴者さんも言ってるぜ。いやー、費用がすごいのはわかってるんですけど、やっぱりこういうのは気になっちゃって。前回の撮影ですぐに気づいていれば払い戻しが効いたっていうのにね。まあ、前回の動画の編集中に気づいたことなので仕方ないですね。気づくの遅すぎだろ。まあ仕方ない。なんかいろいろダメ出しされてるなー。てか待って、これも不自然だわ。
別に見た目上では線路が見えるわけじゃないんだから、気にしなくていいと思うけど。こういうところは几帳面なので、直しておきます。このまま直接オフィス駅に繋いじゃうと変な形に仕上がっちゃうので、途中のところまで引くことにします。まあ、角度的に90度のところがベストかな？まだにスペースは取るが綺麗にできるな。だね。じゃあとりあえずまずここに引きます。うわぁ。めっちゃ費用かかるじゃん。もう半分引ける分のお金を集めないとだね。とりあえず線路だけ先に準備しておきます。金遣いが荒いからいつになっても資金が集まらないのね。うつ主の年は。いや、集まるときは集まるよ。あ。ここもそのまま繋げようとするとちょっと変になるなぁ。じゃあ、ちょっと間を空けて、空いた部分は直線で繋げますか。ああ、5万ドル近いじゃん。だっか。取り壊したら開いた穴は再利用しないんだな。埋めちゃうのか。埋めてまた開けて。二度手間をしてるってことね。とりあえず資金が集まるまで倍速です。おめでとうございます。私たちの美しい街が最も魅力的な街賞を受賞したことは、トムルアが発表しました。視聴おめでとう。オッケー。あとは直線部分だけですね。アットローカルガバメントは公共なビジネスだけを支援する。賢明なのか、そうではないのか。金持ち。腹送りにすれば1回で1000ドル近く収入が出るのか。いやー、俺の年も発展してきたね。てかウプ主、いつ上げた税を元に戻すんだ？一応最初 9% だったのを 10% に上げてるだけだけど、なんならもっと上げてもいいんだけどね。もっと、また市民の負担を上げるつもり？まあでも、コメント欄では税率は最高 12% まで上げても文句が出ないらしいぜ。逆になんで 12% 以上上げられるようになってるんだろうね。市民に文句言われるんだから、言われる寸前のところまで数値を上げられるようにしておけばいいのに。まあ、税率を決めるのは市長の勝手だし。それもそっか。とりあえず 12% まで上げとく？やめときなさい。霊夢、税率上げれば収入増えるよ。お金めっちゃもらえるよ。給料も上がるよ。上げましょうか。霊夢？って言うと思った？そもそもあんたからギャラもらったこと1円も、1ドルも、1ジンバブエドルもないわ。なんで最後単位がジンバブエドルやねん。なんか隣から変な匂いがする。人間の臭ってどんな匂いなんだろう？あのチャートの人ハッシュタグつけすぎ、字幕がめんどくさいでしょ。普通に寝たいぜ。ありがとうアットムヨア、ようやくうちの周りが駐車場通行禁止になった。新鮮な空気、平和と平穏。そろそろこの駐車場通行禁止チャート、テンプレ登録しようか悩み始めました。毎回同じ文面を字幕で長く打つのも疲れてきまして。字幕入れなければいいだけの話だと思うけどね。そろそろ実況しようぜ。医療の項目なんか見て何してるんだ？あまりにも遺体の搬送待ちが多いので、死亡率が増えてるんじゃないかって思って、長生きしてもらうために医療施設を追加しようかな、って思ってるんだよね。思えば、もう随分医療施設については建物を建ててこなかったわね。そうなんだよね。だからほら、ちょっと緑が怪しい建物がちらほらと、そのあたりに新しく建てようと考えているんだけど。平均健康度は半分ちょいだな。もうちょっと上げた方が良さそうだぜ。せめて一番右の青色のエリアあたりまでは行きたいところだね。とりあえずまずハイグリーンヒルズのあたりに一つ建てましょうか。うわ、病院だか。いやまあ、俺がさっき地下鉄で使っちゃったのもあるんだけど。これは仕方ない、お金が集まるまで別の作業をして待ちましょうか。お金が集まり次第さっきのあたりに病院を新しく建てようと思います。アットポリスでは、セキュリティドア付きのトランクルームをレンタルしています。詳細は911までお電話を。さて、とりあえずお金が集まるまでの間、前回やらなかったオフィス駅から中枢ストリートあたりをつなぐ歩道を作っていこうと思います。で、前回やり方がよくわからなかったということで、視聴者様がコメントしてくださいました。中枢ストリートやバス、ストリートが中心ね。じゃあまずオフィス駅を探しましょうか。どこだっけ？あれ？本当に俺どこにオフィス駅移動させたっけ？端っこからちょっと離れた場所に置いたってことは覚えてるんだけど。地下鉄の駅はわかりづらいんだよな。特に大きな目印がないから。情報ビュー開けば一発でわかるでしょうが。え？
それもそっか。じゃあ情報10で位置を確認しましょう。ほんと役立つなぁ。情報10。公共交通機関の項目はどれだっけ？いや、さっき一瞬開いてただろ。ああ、これか。ここだね、オフィス駅。あれ、こんなところに置いたんだっけ？オフィス駅。これ本当にオフィス駅？あ、オフィス駅だったわ。オッケーオッケー。あまり記憶にないんだけどな。ここに置いたっけ？忘れるの早ない？なんて素敵な街なんだ。夢なら覚めないで。まあ、いいや。とりあえずそこに駅がある以上、この辺りから歩道を作っていきましょうか。この時、ウプ主は普通にミスをしてしまうのでした。じゃあこの辺りから行きましょうか。ちょっとあまりスペースがなくてな。高架歩道なら下の建物も無事だったり。しないか。まあ仕方ない。これも渋滞対策のためだろ。ああ、この辺りにいい感じにタクシー乗り場があるのか。じゃあその手前ぐらいまでだな。ここを直線で伸ばせるのは。てかあれか、このまま伸ばそうとするから全部犠牲になるのか。最初の部分だけ高くしてあとは高さを同じにすればいけるかも。いやあ、結局ダメか。まあ、いや、特別な建物、ってわけでもないし。だいぶ費用のかかるやり方してるんだな。てかそのあたりってウプ主が名付けした建物とか含まれてるんじゃないのか？おめでとうございます。私たちの美しい街が最も魅力的な街賞を受賞したことをアットマヨアが発表しました。市長おめでとう。最近全然区画の名付けはしてないので、まあいいかな。すっかり撮影以外に PS4 を起動することがなくなっちゃいまして。ここは直線でいいか。裏で名付けするって言っていた割には全然やってないし、やっぱ区画の方の建物の名付けは面倒なんでしょ。まあ、圧倒的に自分で建てる方の建物より数が多いからね。サイクリングがこんなに楽しかったなんて、自転車奨励。てかよくよく考えて今思ったけど、チャートのアットってディスコードやツイッターで言うところのメンションに当たるのか。今知ったわ。ああ、アットメアーってそういうことか。ちなみにアットメアーの意味は、コルタナさんに聞いてみるか。鉄骨に、なんですね。はい、よくわかりました。どう考えたって違うでしょ。じゃあ何よ、さっきのチャートはこうなるわけ？おめでとうございます。私たちの美しい街が最も魅力的な街賞を受賞したことを接骨儀が発表しました。ハッシュタグ、市長おめでとう。って、ありがとう接骨儀。ようやくうちの周りが駐車場通行禁止になった。新鮮な空気、平和と平穏。って、ちょっと待ちなさいよ、ウプ主。これ、スペイン語で翻訳されてるじゃない？おっと、メアはスペイン語だったのか？違うだろ。ほら、下に英語の訳文が載ってるぜ。あ、ちゃんと市長って書いてあるわ。よかったよかった。大体なんでスペイン語で翻訳したのよ。コルタナ。申し訳ありませんが、グーグル先生もスペイン語だそうです。グーグル先生まで。しかし、さすがはディープル教授、しっかり英語で翻訳してくれました。ディープルは何かと優秀だな。まあ、それはいいとして。歩道にすごい悩んでるんですよね。いい感じに作れないかな。ちょっと、そこを通しちゃったら中枢ストリートの商用地区、片側全滅じゃない？ああ、確かに。でもまあ、それは仕方ないんじゃないかなって。斜めになっちゃうけどこっちに繋げちゃいますか。これでちょっと都市が汚く見えるようになったな。地下鉄の線路とか見えない部分は綺麗にするくせに高架とかの見える部分は汚くなってもいいってことなのね。いやこればっかりはどうしようもなくない？いや、地下歩道にすれば？あ、やっちゃったわ。なんで高架だけで作ろうとしたのかしらね。いや案外建物壊さずに行けるかなとか思ってたんだけど。まず建物と干渉しちゃう時点で別のやり方考えればよかっただろ。それに今気づいたんです。いやどうしよう、オートセーブロードしようかな。ちょっとウプ主、まさか自分の犯した過ちをなかったことにしようなんて考えていませんよね。時間は進みますが戻れないんです。おとなしく自分の起こした行動を受け入れてください。なんで急にあんたが出てくるのよ。どう見えても今時間止められてるのは私のおかげよ。いやまあそうなんだろうけど、急に乱入してきたな。まあ、仕方ない。自分の理解不足で商用地区を犠牲にしちゃったからね。
じゃあ地下歩道でもう一度作ってみます。これなら建物への犠牲も少ないでしょ。うく主、まず地上から初めて地下に入れないとダメよ。それじゃ地下に穴開けるだけじゃない？なるほど、こうやって最初から作っておけばよかったわけか。じゃあまず入り口の部分を作りまして、ここから地下歩道を作っていく、と。普通の道路よりも費用は少なめだね。リーズナブルでよかった。リーズナブルなのかどうかはわかんないけどな。あとそこじゃ地下鉄の線路と干渉するな。それなら線路を越えた先から地下歩道を敷いていくことにしましょうか。ここから入り口を作って、こっちにまずは伸ばしましょう。ちょうど地下鉄駅のところから道路を渡ってすぐの場所に入り口を作れたわね。ベストポジションじゃないかしら？このまま直線で引いてもいいんだけど、なんか綺麗じゃないので直線で縦横に引いていきましょうか。で、ここでちょっと出口を作ろうかなと。タクシー乗り場が近いから、ここで利用してくれる人を増やす作戦です。お、いいね。出入り口は作りやすいみたいだね。歩道は。その出口、道と繋がってるか？大丈夫か？一応繋がってるみたいよ。大丈夫そうね。そしたらじゃあ今度はこっちに引いてきて。出口の位置とかも考えないとならないから、地下の部分の長さもちょっと考慮する必要があるね。短すぎると作れないからな。あとは道路にも繋がるようにしないとだから、そのあたりを考えられないとダメだな。ちょっとミスった。こんなものかな？で、ここから上に出す。と。うく主、それ距離が問題なんじゃなくて、そのロータリー、ストリートに当たってるのが原因よ。もうちょっと角度をつけないと。あ、そういうことね。じゃあちょっと距離を疑って奮闘してたのでカット。ちょっとここで曲げまして。で、ここから繋げればいい感じだね。高架型で歩道を作るより建物の犠牲がだいぶ少ないわね。やっぱり地下が一番みたいですね。あとは道路に繋がるようにちょっと道を伸ばしまして。ああ、一応環状交差点の歩道に繋げてもいいんだろうけど。いや、別にしちゃいましょうか。はい、じゃあ歩道はこんな感じでいいでしょう。てか思ったけど、地下歩道って通行できるのかな？地下まで作り込まれてるのか？このゲーム。PS4 ならではの機能で確認してみましょうか。これ PC に実装されてないのよね。アップデートで適用されてたりしないのかしら？一応次回30回記念でやるつもりだけど、どうなんだろうね。実装されたのかな？地下壁だった。さすがに地下はなかったですね。さて、とりあえずこれで歩道は大丈夫そうだね。ちょっとミスっちゃったな。まあやっちゃったものは仕方ないな。とりあえず次だぜ。確か病院建てるんだったな。そうそう。別の作業してたら時間経過であっという間に集まりました。ちょっと前までは10万ドル集めるのにパートをいくらかまたがないとダメだったのに。今じゃ動画一本で収まるなんてね。なんか隣から変な匂いがする。人間の臭ってどんな匂いなんだろう。新しい病院ができただけで健康になった気がする。病院の名付け支援は来てなかったので考えましょう。まあこれでいいかな。普通に頭に浮かんだので。うく主が考える名付けは面白みがないのよ。まあかしこまりました。消防署はギリギリ例外だけど。あ、あれは一応認めてくれるんだ。普通だな。パッと思い浮かんだだけだからね。さて、この都市初の大病院がここにできました。さて、あと一つかな。反対側のところにも医療施設建てましょうか。医療施設もそうだけど、警察署も長いこと建ててないでしょ。結構名付け支援は来てるけど。あ、そうだね。建ててないね。まあ、今のところそんなに犯罪は起こってないから大丈夫だとは思うけど、ってなんだこれ。うわ、大火災起きてるじゃない？どうしちゃったのよここ。危険な香りがしてたんじゃないか？火災が起きる前。さすがは火災の起きやすい工業地帯の危険な香り地区。地区名でうまいことが言えるね。てか、そんなことより3つも建物が焼け落ちてるわ。あれ、そういえばここって消防署なかったっけ？あっちもスズメの涙ほどしか発生率が下がらないのよね。大量に置けば防げる説もありそうだけど。そんな無駄なことしたくないしな。とりあえずまあ、事後だけど今後のことを考えて消防本部をでっかくドドーンと建てることにします。建てるのと建てないのとじゃ多分違うだろうから。お、ちょうどいいスペースがあるじゃん。
ここに一つ置いておきましょうか。まあ、普通の消防署よりもでかいからちょっとは効果あるかもな。消防本部は一つだけ名付け支援が来てたので、これを使わせていただくことにします。うく主の年は視聴者によって建物の名前の味が出てるって感じね。いつも助かってます。ありがとうございます。いつもあんな感じの名付けがうく主にできればいいんだけどな。あんな感じって？かしこまりました消防署みたいなさ。え？どうかしらね。限定ガチャみたいな感じでたまにしか出てこないんじゃない？あの名前はたまたま思いついただけですから。てか、半分は自分で考えたわけじゃないと思うんだよね。あの名前、はい、あの病院はバックドラフト起こしまくり所です。ちなみに俺はバックドラフトの意味を知りません。ファイアーデパートメントが活動範囲を広げてる。市長が私たちの安全のことを考えてくれて嬉しい。プライオリティ、クールな市長。公開、クールかい。建物焼け落ちたぞ。あ、そんな。バックドラフトとは、火災の現場で起きる爆発現象のことよ。つまり、その爆発現象を起こしまくる消防署だな。なんちゅう名付け支援やねん、これ。ありがとう、アットマヨア。ようやくうちの周りが駐車場通行禁止になった。新鮮な空気、平和と平穏。いや、でも場所は危険な香り聞くよ、ある意味。バックドラフト起きてもおかしくないわ。ぴったりよ。視聴者様はこの消防本部が危険な香り地区に新設されることを想定していてこの名付け支援をしたというのか？いずれにしても味が出てていいだろ。で、もう一つの場所に医療施設の新設だな。普通の診療所を建ててもいいんだけど、毎回ゲームを起動するとお知らせに医療施設のアプで情報が出てくるから、試しに別の医療施設を置いてみようかな。なんか変化あるでしょ。うちの子は、新しい子供医療センターの待合室にあるおもちゃに喜び。出た、マイクロソフトハルカ。はい、子供医療センターはこんな感じです。一応家族持ちの低密度住宅が並んでるから、ちょうどいいんじゃないかなって。小児科はもちろん、多分内科も扱ってます。じゃあ軽く名付けます。とりあえず年の名前を入れときます。絶対意味ないわよ。それ。てか名付けで思い出したが、うく主、なんでかしこまりました消防署という名前を自分で考えたわけじゃないと思ってるんだ。遺体を搬送してくれる人が来ないときは誰に連絡すればいいの？引っ越し。さっきから変なやつしかチャートを読み上げないわね。あ、だってさ、かしこまりました消防署ってかしこしか雇いませんっていう地区名から取った名前なんだよね。で、そのかしこしか雇いませんっていう地区名は俺が考えたわけじゃない。視聴者様が考案してくださったものだから、完全に俺が考えたものだっていうのはちょっと語弊があるんだよね。だから自分で考えたわけじゃないっていうのはそういうこと。視聴者様の力を借りただけって感じだね。つまり自分の力だけでは面白い名前は結局考えられない。なんだよ、てっきり共感してくれてるのかと思ったら、まあそんなことないだろうと思ってたよ。まあ、仕方ないでしょ。面白い名前考えられないのは仕様だもん。うく主って普段面白いこと考えてないだろ。だから名付けも面白くないんだろ。PC の前に座ってる時以外は面白い茶番ネタぐらい浮かぶって、でも PC の前にいざ座ると全部そのネタの記憶が吹っ飛ぶだけで。それじゃダメじゃない？なんで PC の前だと忘れるんだろ。参ったな。でも茶番ネタはそこそこ人気みたいよ。うく主の動画って面白くないやつは視聴回数2桁台だけど、そこそこなやつは3桁いくし、ヒット動画は1000とか1万超えるわね。視聴回数を上げるのも難しいですね。やはりトークが大事です。とまあ、今回はこの辺りにしておきましょうか。次回は30回記念で PC だな。ですね。なので PS4 版の続きは31回目になります。また PC 版で変な企画やらなければいいけど、停電で遊んでたりしてたことがあったわよね。さすがにもうやらないって。というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。